皆さんこんにちは、桑原雅守です。先日はですね、2016年春の陣、渋谷の伝承ホールにて、桑原流進化系プレゼンテーションの極意講座ですね、本当に伝承ホール300人満帆、御礼をいただきまして、本当にお越しいただいてありがとうございます。楽しかったです。桑原の講演も進化してたような気しませんか？スクリーン結構使いましたね。なぜ今回の講演の進化系プレゼンテーションのテーマは、脳内スクリーンに描き出す映像心理学というのがテーマだったんですね。ですからもう私自身もこのスクリーンを使ってですね、この映像心理学をもうバシッと取り入れたわけなんですけれども、講演に来ていただいた方はご存知だと思うんですけれども、実はこの2016年の5月6月を使いまして、桑原流進化系プレゼンテーション講座、この前は講演2時間だったですけれども、今度はですね、300人2時間の講演でなく、20人で朝10時から夜6時まで、ワンデーでですね、少人数でワンデーで、桑原自ら、この進化系のプレゼンテーションの講座なんですね。これワンデーでやります。映像心理学の使い方、あなたの人生、あなたのビジネスでのこのプレゼンを進化させるエッセンスをですね、たっぷりお伝えする。これも本当格安だと思いますよ。料金は4万8000円で、桑原と少人数でコテコテにできる。これ日にちもチェックして、どうぞいらしてください。そして脳内スクリーンの使い方、映像心理を使い方、使いこなす、そして伝える達人&受け取る達人になる。あなたの伝えたコミュニケーションが相手の耳や左脳、聞こえるとか理解できるでなく、右脳を描ける、腑に落ちる、納得する、心に届く、感動する、魂震える、このレベルになるにはですね、実はあなたのこの受け取るセンスと波動共鳴、調和共鳴ですからね、同じレベルにしかないという、この本質に基づき、あなた受け取る達人になり、皆さん伝える達人になっていく。この講座の4万8000は本当に安い。お越しください。そして少人数ですから、桑原がまたコテコテに絡み踏み込みますから、そこで出会った大人なじみ、大人になってから出会った幼なじみとの、これからのお付き合い交流なんかもまた素晴らしい財産になるはずです。待ってますよ。この2016年の4月5月6月、日にちをチェックしていただき、ここに出るのかな、進化系プレゼンテーション講座でお会いできることを願っております。それではまたこの YouTube でもまたいろいろ発信していきますね。またお会いしましょう。さよなら。